瀬戸市にあります文化ホールロビーの東壁前を会場に、上質なクラシック音楽を身近な距離でお届けしているコンサートであり、響きの良いロビーにあふれる音楽と東壁と周囲の自然豊かなロケーションがお楽しみいただけるコンテンツとして2017年より定期的に開催してきました。このコンサートをより気軽に、より身近に、より多くの皆様にいつでもどこでもお届けするため、東壁クラシックチャンネルを開設いたしました。お届けするのは瀬戸市にゆかりのある演奏家のお話と演奏です。ご出演の演奏家には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ご自宅での撮影演奏にご協力いただきました。皆様もご自宅などでお楽しみいただければと思います。東壁クラシックチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。瀬戸市出身のピアニスト、江川千穂です。このチャンネルでは、地域にゆかりのあるアーティストが登場し、皆様により身近に、より気軽に、より多くの方にクラシック音楽の良さ、東壁クラシックの良さをお伝えしていきます。本来であれば、瀬戸市文化ホールの東壁前で撮影やコンサートをしたいところなのですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今回は自宅での撮影とさせていただきました。ご了承ください。私は中部地方を中心にピアニストとして活動しております。ソリストとして演奏する他にも、歌や器楽の伴奏をしたり、オーケストラの一員として大きなステージに参加することもあります。演奏家の仕事というのは、依頼があればどこへでも出かけて行って弾きますので、例えば伴奏のお仕事ですと、オーケストラの入団試験、それからコンクールやオーディション、そういったものが全国各地で行われていますので、それについていって県外に出かけることも多くなります。その中で私はこの地元である瀬戸市での活動をたくさんさせていただいて、大変ありがたいことだなと思っております。私の SNS の情報を動画の概要欄に載せておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。普段の活動の様子や演奏の動画を見ていただけるようになっております。YouTube チャンネルもありますので、私のチャンネル、そして東壁クラシックチャンネル、どちらもチャンネル登録よろしくお願いいたします。私が東壁クラシックに出演したのは2017年の秋なんですけれども、このコンサートシリーズの良さは何といってもお客様との距離が近いことですね。文化センターのホールのロビーで100席限定で行っておりますので、本当に顔と顔を見合わせられる距離、演奏家とお客様が目を合わせられる距離で演奏をお聴きいただけるというのが一番の魅力だと思います。また、季節折々の自然が窓の外に見えるところもいいですね。演奏家が弾いているその向こうに美しい自然も見えるというところが魅力だと思います。さて、今回演奏するのはブラームス作曲の6つの小品、作品118より第2番です。私はブラームスの作品が好きで、大学院での修士演奏ですとか修士論文をブラームスのテーマにしたぐらいなんですけれども、私がブラームスを好きだなと思う理由のうちの一つに、作曲技術の高さがあります。もちろん現代まで語り継がれる大作曲家たちはみんな作曲技術があって当然といえば当然なんですけれども、その中でも、技にうなるようなうまさがあるというか、伏線をたくさん張ってくるミステリー作家のようなタイプのうまさというか、そういうところがあります。もちろん音を聞くだけでも非常にこう 深い情感を感じるというか、ああ、いい音楽だなというのは耳からだけでももちろんわかるんですけれども、一歩踏み込んで楽譜を分析してみると、これはすごいなという技が駆使してあるんですね。ですので、奥深い楽しみ方をできる作曲家だなと思っています。
私は以前からブラームスの作品が好きでというふうに先ほど言いましたけれども、実はここ数年はブラームスの曲を弾こうという機会があまりなかったんですね。もちろん嫌いになったわけではないんですけれども、私もここ数年はおかげさまでいろいろな声、お声をかけていただいて、いろいろなところで仕事をして、どんどん成長していこうというような、外に向かう時期だったので、なんとなくブラームスを弾くっていう感じじゃなかったんですね。どちらかというと、ブラームスの内面を見つめる音楽というか、そういう音楽だと思っています。そんな中で、新型コロナウイルスの危機が世界中で起こりまして、誰もが外へ向かう活動をしづらくなってしまった。そういう時にふと心に浮かんだのがブラームスの音楽であり、特にブラームスのこの曲でした。外に向かう、拡大していく活動ができなくなった時に、内面を見つめざるを得ない。そういう時にブラームスの音楽は特に心に響くと思います。この撮影のお話をいただいて、どんな曲弾こうかなと楽譜棚を見ながら、この曲のことを思い出して、久しぶりに楽譜を取り出して弾いてたら、ちょっと泣いちゃいました。心の深いところ、空虚になって傷跡のようになったところに染み入ってくる。染み入って音楽で満たしてくれる。そんな音楽だと思います。この曲、作品118-2番というのはブラームスの最晩年に書かれた曲なんですけれども、ブラームスの晩年の作風というのは、枯れの境地とか、諦めの美学とか、そんな風に言われることが多いんですが、今から演奏する曲は全然枯れてない、こう、青春の情熱のような、そういうみずみずしさのある曲です。その一方で、もちろん晩年の熟練の技は詰まっている。そういう奥深い魅力のある作品になっています。私は音楽鑑賞の基本は何よりも耳を澄ますことだと思っているんですけれども、ブラームスの音楽はそれにぴったりです。ブラームスの音楽に耳を澄ませることによって、自分自身の心に耳を澄ますことができる。そんな気持ちで聴いていただけたら嬉しいです。では、どうぞお聴きください。